激闘を前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。パナソニックスタジアム吹田へようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、ガンバ大阪が名古屋グランパスを迎え撃ちます。親善試合ならではのカードでしょうか。選手たちも心なしかリラックスしているようですね。いい試合を期待しています。ホームチームの先発をご覧ください。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。福西さん、4-5-1 のフォーメーションでしょうか。はい、よりオフェンス重視のフォーメーションですね。サイドバック、サイドハーフの縦のラインの攻撃と中盤の人数を生かしたプレスが主な強みでしょうか。ガンバ大阪ですが、J2 から昇格後に即優勝を成し遂げています。J2 のお客さんが増えたんですよね。みんなが見たくなるような強いチームでした。名古屋のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。今日のアウェーチームはピッチ上なら場所を問わずプレスをかけることで知られていますね。有効な戦術ですからね。試合の流れを持っていかれることは非常に危険だと理解していながらも、プレッシャーに負けてしまうことはありますし、そのミスがさらなるミスにつながります。今日はどのような展開になるかが楽しみですね。どこまでドリブルするのでしょうか。裏を狙ったロブでしょうか。通ればチャンスです。決まった。ゴール。フィニッシュは完璧なボレーでした。綺麗に決まりました。完璧なタイミングのボレーでした。マテウス、レオシルバ、稲垣翔。おっと、ここでパスカット。前に進んでいます。マーカーをかわします。コーナーキックです。これで1点リードです。ゴールシーンの映像をご覧ください。ボールを入れた。ここはクリアされました。ドリブルで運びます。酒井宣義、東口がしっかり止めました。クリアしました。コーナーになります。ボールを入れました。
ディフェンスがクリアしました。チャンスにできるか。ここはボールを戻します。レオシルバ、ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。クロスボールがボックス内へ。ギリギリを狙ったシュートはなんとか外に弾き出して対応。ゴール前では選手たちがポジションを取り合っています。これはあるか。これはクリアしきれていません。相手のチャンスとなるか。ゴールを脅かされた場面でしたが、なんとか守り抜きました。サイドが空いていますね。ここはクロスのチャンス。パトリック、パスをこの位置で防ぎます。宮原和也、ドリブルで前に運びます。このパスは通りません。相手のチャンスを潰します。相手にポゼッションが移ります。相手のチェックを受け、ここはキーパーに戻します。倉田修、ガンバ大阪の攻撃です。パトリックだ。これはナイスブロック。ピンチをしのぎます。倉田修、ドリブルで果敢に攻め込みます。レオシルバ、仕掛けてくるのか。コーナーキックを与えられました。同点に追いつくチャンスです。ボールはゴール前へ。ゴール前に通った。ホームチームのボール支配率が落ちています。まあポゼッションが全てではないので、意図してやっているなら問題はないでしょう。要は勝てばいいんです。ガンバが攻めに出ます。三浦玄太、倉田修、ガンバ大阪、ボールをうまく動かしてゴール。さらに相手を突き放します。これで2点差。リプレイを見てみましょうか。パスを回してチャンスを待っていたんですね。そしてフィニッシュは強烈なミドルシュートでした。あの距離からのシュートは相当自信があるんでしょうね。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。倉田修、これは見事なインターセプト。
酒井宣義。低いパスはわずかに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。三浦玄太、倉田修、中にいいボールを送りたいですね。中央へのボール、キーパーがよく抑えました。酒井宣義。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。こう見るとこの選手の素晴らしさが分かりますね。さすがです。貪欲にゴールを狙っていますね。そして結果も残していますから、相手チームも手を焼いているようです。後半のキックオフ、今度はガンバ大阪ボールです。庄司源、倉田修、これは強烈なタックル。稲垣翔、これはよく追いつきました。ライン際でボールをキープしました。ここからポゼッションは相手チームに。チュシェジョン、マテウス、レオシルバ、ここで勢いが止まってしまいました。ボックスの選手に合わせました。味方の選手と間違えたんでしょうか。相手にパスしてしまいました。味方にパスを出します。ここはキーパーが定位置にいませんでした。慌てることなく落ち着いてゴールを奪っています。ここは無人のゴールに放り込んでいます。どうしたんでしょうか。ぽっかりとゴールが空いていましたね。庄司源、ガンバ大阪の攻撃です。ガンバ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。危ない場面でしたが、うまくパスをカットしました。マテウス、敵陣へボールを運ぶ。レオシルバ、マイナスのクロスで折り返します。これはナイスディフェンス。タックルで阻止しました。マテウス、飛びついた。スーパーセーブです。あれに反応するとは思いませんでした。さあボールを蹴った。このボールはクリアされました。レオシルバ、
クリアが小さい。これを守りきれるのか。危ない局面でしたが、なんとかしのぎましたね。ここは一気に攻め込んでいくのか。インターセプトします。このパスはダメでした。通りません。いい位置でカットした。あっと、パスミスでしょうか。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。低い位置でボールを受けました。パスを返す。レオシルバ、絶妙なパスが出ました。タックルでしのいだ。チュシェジョン、ガンバが攻めに出ます。ガンバ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。今日はパスがよく通っています。選手たちにボールをつなぐ意識が見て取れます。決まるか。ランゲラックのセーブ、まだインプレーです。決まった。ゴール。ハットトリック達成です。映像が来ました。丁寧にパスをつないで相手の隙を伺っていましたね。そしてこのシュートです。バウンドしたボールをハーフボレーでしっかりと捉えました。稲垣翔、酒井宣義、パスをカットします。クロスで合わせようかという場面。ボールの激しい奪い合いです。サイドから中を狙う。いい位置です。キーパーがスーパーセーブを見せました。ピンチを出しています。いやー、あれを止めますか。いい反応でしたね。同時に交代枠を使用してきました。ボールはゴール前へ。キーパーが弾いたボールはバーの上へ。どういったボールで来るのでしょうか。サブの選手がピッチに向かいます。コーナーからエリア内へ。ここはなんとかしのぎきりましたね。レオシルバ、金崎ムー、レオシルバ、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。これは絶妙なスルーパス。これはどうなりますか。サイドが空いていますね。裏へのいいパスが出た。もう少し行けたような気がした攻撃でしたね。まずは1点返したい。ゴールゴール。これで1点差です。残り時間はほとんどありません。同点に追いつけるでしょうか。
自陣のゴールに近い位置ですからボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。アディショナルタイムが3分増やされました。庄司源、藤原博樹、三浦源太。試合終了です。ホームチームが見事に勝利を収めました。結果的には1点差での新勝となりましたね。気の抜けない展開できっちり勝ちを拾うことができたことで次節も自信を持って戦えるでしょう。